カーク・ダグラスは、アメリカ合衆国の俳優、映画プロデューサー。訂正、ロシア・ホメリからの移民、ダニエロビッチ夫妻の子として、ニューヨーク州のアムステルダムに生まれた。夫妻は先に渡米していた兄が、身元引き受け人となって移住した際にその兄に習って、デムスキーという名字を名乗っており、カークも、イジー・デムスキーとして育つ。貧民街に暮らし、家計を助けるために、 少年時代は、新聞配達から、露天商、庭師など多くの職を転々としつつ、学業に急しんだ。学費を借金でまかないセントローレンス大学へ進み、その返済のために、普段のアルバイト生活の他に、ボクシングの試合に臨み、ファイトマネーを稼いだり、ナイトクラブや街頭で歌って、生計を立てる。高校の時に、自分の夢は役者になることだということを、 改めて認識し、その夢を叶えるべくアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツへ入学し、その才能を開花させ、特別小学生ともなった。ローレンバ・コールはこの時の同窓生。1941年に徴兵されそのまま、第二次世界大戦中は海軍に従軍したが1944年に、負傷のため除隊している。徴兵時に、 戸籍上の本名をカーク・ダグラスと改めた。映画、ザ・ビッグ・ツリーより1941年、卒業公演として行われた、春よ再びで歌うメッセンジャーボーイを演じ、ブロードウェイデビューを果たした。除退後、ニューヨークで、ラジオドラマを中心とする仕事に就き、舞台へも出演していたが、ローレンバ・コールに勧められて1946年、映画、 呪いの地で銀幕のデビューを果たす。このことが転機となり、1949年にブロードウェイでもチェーホフの三人姉妹でアンドレイ役での出演を果たしたが、ダグラスはその活躍の場をハリウッドへ移す。後年の硬派なイメージは8本目の出演作品、チャンピオン以降であり、当初は内向的な性格俳優というようなイメージが強い。チャンピオンはアカデミー編集賞と、 ゴールデングローブ撮影賞を受賞し、カーク本人もアカデミー主演団優勝にノミネートされた。そして、西部劇映画、死の写ンへ出演し、スターダムへと登り詰めた。1947年には、税金対策のために、母の名にちなんだ独立プロダクション、ブライナ・カンパニーを起こし本格的な制作参入は1955年の西部劇、赤い鳥である。 1956年には同期デビューの親友でもある、バートランカスターと協定を結び制作者、ハルビー・ウリスとの契約を有利な方向に進め、OK 牧場のケツとで W 主演。1960年には、自らが主演、制作総指揮を取って制作費1200万ドルの大作、スパルタカスを制作、当時赤狩りで排斥され東国までされていた、ハリウッド店の一人。 ダルトントランボを起用し、正式にクレジット、彼らの実質的復活に手を貸した。シリアスな役柄が似合うイメージのから、海底にマンマイルで見せた、軽妙な演技や、創世期のテレビ番組、ジャックベニー賞でのミュージカルパフォーマンス等、多彩なタレント性を持つ。同時期にエージェントだったサム・ノートンによるギャラの作手が、発覚したのは良妻による助言であった。 追い打ちをかけるように合衆国国税庁から追徴課税75万ドルの支払いを命じられるが1958年公開の映画バイキングのヒットによって全額支払う。1973年には西部劇映画明日なき追撃でメガホンを取りつつ主演をこなしたが西部劇自体の衰退期にあったこともあって大きな評価は得られなかった。また同年には テレビミュージカル版、ジキルとハイドにも主演している。2009年3月、自伝的ワンマンショー、微暴録をカリフォルニア州、カリバーシティのセンターシアターで演じ、この映像記録は2011年1月に公開されている。2011年1月の時点で、マイスペースにブログを掲載する最高齢のハリウッドスターであり、見客で2010年秋にも息子のマイケル・ダグラスを、 アン婦人と見舞う姿をパパラッチに撮影されている。2011年2月、第83回アカデミー賞受賞式で、女演女優賞のプレゼンターとして、コダックシアターの舞台に立った。ロナルド・レーマン・元トベ大統領と共に1943年11月2日、アメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツ時代の同級生で女優のダイアナ・ダグラスと結婚し、二人の息子を設けた。 長男は俳優のマイケル、次男は映画コカイン・ブルース等のプロデューサー、ジョエル・ダグラス。ダイアナは1951年の離婚後も女優活動を続け、ベン・ケーシーやワンパク・フリッパー等のテレビ番組で活躍している。1954年5月29日、カークはアンバイ・デンスと結婚、再び二人の息子を設けた。映画、フレッチ。 殺人法定式のプロデューサー、ピーター・ヴィンセント・ダグラスとテレビドラマシリーズ、たどり着けば、アラスカ等に出演していた俳優のエリック・ダグラスだが、エリックは、薬物化量摂取による入院や、飛行機内での揉め事による逮捕を繰り返し、2004年に、自宅のアパートで死体で発見された。2011年撮影1991年に、ヘリコプターでの事故に見舞われたことがきっかけで、 自らの人生を振り返りながら、ユダヤ主義についての施策を深めるようになった。1996年に脳梗塞を患い言語障害が残ったものの、2006年、卒業の祝賀会には出席し元気な姿を見せている。1993年、ユダヤ教の監修に習い、83歳で二度目のバル、ミツワーを、と切った。2015年12月、99歳の、 誕生祝いには映画、テレビ基金2500万ドルを寄付し、カークダグラスケアパビリオンと名付けられた。寄付金は、アルツハイマー病を患っている映画、テレビ業界の人々を収容する施設を建設すると発表した。2020年2月5日、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅にて103歳で死去。アカデミー主演団優勝には、チャンピオン、悪人と美女、炎の人、 ゴッホの3作品でノミネートされたが、いずれも受賞に至っていない。また、ハリウッドウォークオブフェーム6263、ハリウッドブールバールに星が埋め込まれ、祀られており、2004年10月にはパームスプリングス国際映画祭が、カーク・ダグラスに敬意を表して、大通りにカーク・ダグラス A の名を冠した。ありがとうございます。